はい、どうも朝日です、まあ、今日はね、ちょっとしたお知らせというかこんなことがありましたっていうお知らせをねしたいんですけど、マカルームのライオンっていう楽曲があるんですけど、その曲がねスペインのね、HBO のドラマで使われたんですよ。まあ、フーディーラブっていう、新しいドラマなんですけど、HBO のね、スペイン HBO ので放送されてるドラマですね。まあもう HBO ですから天下の、これすごいことですよね。まあ HBO といえばね、もうこうなんていうんですか、オリジナルドラマ今流行ってますよね。アメリカの Amazon プライムでも Netflix でも、流行ってますけど、まあアメリカのね海外ドラマが流行ってるじゃないですか。まあ、そのまあもう本当に代表格っていう感じですよね。日本でいうワウワウみたいな、まあ、衛星チャンネルですけど、ケーブルテレビですかなんですけど、まあねこう HBO はもうオリジナルドラマがもうすごい力入ってますから、まあね、かつてのセックス&ザ・シティとか、今で言うとねゲーム・オブ・スローンズとかが HBO 制作ですよね。まあHBO で言ったらね、あのウエストワールドって僕まあちょっとハマりましたけど一時期、面白いドラマでしたね。その HBO の、制作というか HBO で放送される、番組なんですよね。 HBO ってもともとニューヨークアメリカの会社ですけど、まあ、それがね、各国にあって、でスペインにもね、HBO エスパニョールっていうのがあるんですけど、アメリカで制作された HBO のセックス&ザ・シティとかゲームオブスローンズとかを HBO チャンネルで流すんですけど、そうじゃなくて HBO スペインのオリジナルドラマを今回初めて作ったらしいんですよ。それがフーディーラブっていうドラマで、その中にマカルームの曲が使われてるんですけど、だからまあもう初のオリジナルドラマっていう感じですごい気合入ってるんですよね。で監督がイザベル・コイシェ監督で、死ぬまでにしたい10のことっていう、映画を監督してる人ですけど、まあ、その死ぬまでにしたい10のことはね、あまあすごい、流行ったというか、まあね僕の兄に聞いても僕の父親に聞いても、まあ、エヴァルにしてもみんな見てるんですよね。僕だけ見てないんですけどね、死ぬまでにしたい10のことみんな見ましたか。あのイザベル・コイシェっていうその監督の作品なんですよ、フーディーラブっていうの。で、まあ、今回ねそういう話が来て、契約書書いたりとかいろいろしたんですけど、まあ、それはそのイザベル・コイシェが立ち上げたミス・ワサビ・フィルムっていう、まあ、映像制作会社をイザベル・コイシェが立ち上げたんですけど、まあ、そことやり取りしてね、で制作がミス・ワサビ・フィルムなんですよ、でそこと契約して、で実際には HBO エスパニョールの作品、オリジナル作品として、放送されるっていう、感じ、なんですよね。ミス・ワサビ・フィルムっていうのは、まあ、いろんなもう CM とかいろんな映像作品を作ってる、とこで、まあ、ナイト・東京デイっていうね、あの菊池凛子主演の、映画とか、ね、撮ってる人ですね。フーディ・ラブっていうねドラマはどういうドラマかっていうのを僕もね見てないんで、見たところでスペイン語なんで、まあ、日本語版が出てね字幕がついてあの Amazon プライムとかに出たら見たいですけど、なんかね男女が、マッチングアプリ使って出会って、でそれでなんかね美食家の2人というか、料理何の料理をテーマになんか毎回いろんな、物語があるっていうね。でまあ2人の中でね、まあ、日本でいうと目玉焼きに何かけるかみたいな、醤油かソースか塩かみたいな、なんかそういうなんかこうのと男女のこう出会いというかロマンスみたいなものがあるような感じらしいんですよ。でだから僕が楽曲提供したのは、おそらく日本料理の回なんですよね。でラーメンとかがどうも、出てるみたいです。で東京でどうもゲリラ撮影もしてるみたいです。まあ、なんかね大人のドラマっていう感じですね。なんか本当どうですか、なんかグルメと恋愛みたいな、感じで、
ちょっとね、リアリズムな感じのドラマ、なかなかオツな感じですけどね。スペインではね、もう HBO 初の、HBO エスパニョール初の、ドラマ作品、オリジナルドラマ作品なんで、すごい盛り上がってるみたいですね。なんか街中にね、ポスターなんかあったりしてっていう感じで、マカルームの、ライオンっていう曲が使われて、スポーティファイでもね、フーディーラブのオフィシャル、プレイリストみたいなのできてますんで、そのドラマで使われる楽曲がプレイリストにまとまってます。でその中にマカルームも入ってますんで、ぜひスポーティファイでね、聴いてください。で他にもね、なんか面白い曲があるかもしれないですけど、実際のドラマはね、僕も見てないし、見れないって、多分ね契約はできるのかもしれないですけど、スペイン語だから分かんないっていう、だから Amazon プライムに字幕版が来るのを、みんなでね願いましょう。でそうするといつか来るかもしれないですからね、まあ、DVD とかでもいいし何でもいいんですけど、というね、天下の HBO、 そしてイザベル・コイシュの作品にマカルームが流れましたという、お知らせでした。以上です。ありがとうございます。